ニュースマグビです。秋篠宮家の職員である厩務官に元国連職員だった女性が加わりました。彼女は秋篠宮家の難題である眞子さまのご結婚のキーパーソンだと言われているそうです。皇室関係者は小室氏がニューヨーク留学し始めた頃から国際機関で働くのが目的ではないかという見方がありましたと語っていて、今回の人事により小室圭さんが国連をはじめとする国際機関への就職の道筋ができたのではないかと指摘されています。もし国連で働けるとなれば、眞子さまとの結婚の話も進展する可能性があります。ニュースマグビ